それでは今朝もプリントですね、呼ぶ気の抜粋ですけどね、呼ぶ気はですね、復習になりますけれども、義人の苦しみということですね。全知全能の神様がいらっしゃって、その方が、義と愛に満ちておられる方なんですね。なぜ苦しみがあるのか、ね、そして、さらになぜ正しいものが苦しみに遭うのかと、ね、そういうこの問いを発している、書物というね、ことが言えると思いますけど、一生二章でヨブが正しい人であったのに、災難に遭う、病に、伏せるというね。そして三章からですね、ずっとですね、この友人との論争があるというね、その苦しみ、病は一体どこから来るのか、ね、なぜなのかという、議論が展開するわけですけど、そこを復習というね、形で、先週は1回目で3章から11章、今日は12章から28章ですね。で、全部は読めないので、抜粋しながらですね、拾いながらお話ししたいと思いますね。でまず、抜粋したのを読みましょう。一節ずつ私がですね、で皆さんが次読んでもらいたいと思います。13章一節からですね。見よ、私の目はこれらすべてのことを見た。私の耳も聞いてそれを理解している。あなた方は知っていることは私もよく知っている。私はあなた方より劣ってはいないけれども、私はこの私は全能なる神に語りかけ、神と論じ合うことを願う。しかしあなた方は偽りを塗る者、皆無用の医者だ。あなた方が沈黙を守っていたら、それがあなた方の知恵となっていただろうに。さあ、私の論じるところを聞き、私の唇の訴えに耳を傾けよう。テマン人エルファズが答えた。知恵のある者は虚しい知識によって答えるだろうか。東風で腹を満たすだろうか。ヨブは答えた。そのようなことは私は何度も聞いた。あなた方は皆人を惨めにする慰め手だ。しかし私が黄泉を自分の住まいとして望み、闇に自分の寝床を広げ、その穴に向かってあなたは私の父と言い、ウジ虫に向かってあなたは私の母、私の姉妹と宣言するなら、一体どこに私の望みがあるのか、誰が私の望みを目にするのか。シワハ人ビルダテが答えた。いつになったらあなた方はその話にケリをつけるのか。ヨブは答えた。いつまであなた方は私の魂を悩ませ、言葉で私を砕くのか。もう十度もあなた方は私を恥ずかしめ、私をいじめて恥じることもない。テマン人エリファズが答えた。人は神の役に立てるだろうか。賢い人でさえただ自分自身の役に立つだけだ。あなたが正しいからといってそれが全能者の喜びとなるだろうか。あなたの行いが全きものであるからといってそれが神にとって益になるだろうか。あなたが神を恐れているためか。神があなたを責められるのは、神があなたと共に裁きの座に入っていかれるのは。いや、それはあなたの悪が大きく、あなたの不義に際限がないからではないか。さあ、あなたは神と和らぎ平安を得よ。そうすれば幸いがあなたのところに来るだろう。神の口から御教えを受け、その御言葉を心に留めよ。
もし全能者に立ち返るなら、あなたは再び立ち直ろう。ヨブは答えた。今日もまた私の嘆きは激しく、自分のうめきのゆえに私の手は重い。ああできるならどこで神に会えるかを知って、その御座にまで行きたいものだ。私は神の御前に自分の言い分を並べて言葉を尽くして訴えたい。神が私に答える言葉を知り、神が私に言われることをわきまえ知りたい。神は強い力で私と争われるだろうか、いやむしろ私に心を止めてくださるだろうか。そこでは正直な人が神と論じ合うことができ、私は常しえに裁きを免れるだろう。なぜ全能者に時が隠されていないのに、神を知る者たちには神の日々が見られないのか。人々は地境を動かし、無料を奪ってこれを買う。みなしごのロバを連れ去り、ヤモメの牛を獅子に取り、貧しい者たちを道から押しのける。血の苦しむ者たちはすっかり覆い隠される。その人たちは荒野の野呂場のように、働きに出ては獲物を探す。荒れた地で子たちのために食べ物を求めてので、自分の貝歯を刈り取り、悪しき者のブドウ葉だけで残り物を集める。ヨブは答えた。あなたは無力な者をどのように助けたのか、力のない腕をどのように救ったのか。知恵のない者にどのように助言し、知性を豊かに示したのか。誰に対して言葉をつけたのか、誰の息があなたから出たのか。ヨブはさらに言い分を続けた。私は私の権利を取り去った神にかけて誓う。私の魂を苦しめた全能者にかけて。私の息が私のうちにあり、神の霊が私の鼻にある限り、私の唇は決して不正を言わず、私の舌は決して欺むことを語らない。あなた方を正しいとすることなど私には絶対にできない。私は息絶えるまで自分の誠実さをこの身から離さない。はい、そこまでですね。まあ、ヨブ記のヨブと友人の論争のですね、こう拾い集めたものですけれども、まあ詩文なのでね、本当になんかこう抜粋でもですね、流れが作れるなというふうに思いますね。まあ、ヨブはですね、この病の中に伏せて、おった時ですね、友人たちが訪ねてきて、あまりにもその苦しみが深いことね、絶望的なことを見て、この皆沈黙を守っておったわけですけれども、三章で初めてヨブはですね、自分の日を生まれた日を呪ったとね、なぜ死ななかったのかとね、そのようにこの叫び始めた時に、友人たちもですね、この最初はこの同情的な言葉を発するわけですけれども、だん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 このヨブの言葉がですね、強くなっていくに従って、まあ、非常にヨブをですね、まあ、批判攻撃し始めるというね、まあ、そういうふうな展開になっておってですね、そしてまあ第二の論争ではですね、この先週も申しましたように友人との論争からですね、水平の論争から、垂直の、まあ言ったら、この、論争といいますかね、神様に、この、訴え出たいというね、そういう、まあ方向性が出てくる、まあ、箇所であると言えますね。13章の一節から見ていきますとですね、友人たちが、いろいろ、まあ、ヨブにですね、ヨブをまあ説得しようとする、ね、なぜ私がこんなことこんな苦しんでるのかというね、うめき叫ぶこのヨブに対してね、友人たちは繰り返して言うことはですね、この神様は正しい方だとね、だから間違ったことはなさっておられないんだとね、だからヨブがこういう災難に遭う、ね、またこの病の中にあるということはね、それにちゃんと理由があるはずだと、ね、でそれをまあ突き詰めていくとですね、この神様は正しい方だと、ね、だ
だからこの善にはですね祝福を持って臨み、ね、罪や悪に対してはですね、この災いを持って臨まれると、ね、だからヨブが今経験していることはですね、それはヨブが蒔いた種をね刈り取っているんだというね、まあ、こういう主張で、まあ、一貫しているということなんですね。で、それはまあ、ヨブ自身がまあ、いたら祝福されていたときはですね、多くの人にですね、そのように語り、ね、善を施しなさいと。神様は祝福されるだろうと。ね、悪に走るなと。ね、悪に走ったらですね、災いを刈り取るんだと。そのようにまあ、いたら教え悟していたわけなんですね。だから二節。あなた方が知っていることを私もよく知っていると。ね、ね、私がね、昔語っていたことだと。ね、しかし3節、けれども、ね、まあ、けれども、ね、この、自分のですね、そのですね、この、善悪に対する懲罰の思想というね、信仰というのはね、それはですね、この完璧なものではないんだと。そのような、この因果応報のですね、信仰の方程式はね、それはどこかですね、欠陥があるんだというね、そのことを呼ぶは、まあ、気がつかされたということなんですね。だからこの方程式の解けない問題をね、この私は全能なる神に語りかけ、神と論じ合うことを願うと、ね、神の法廷にですね、上訴する、ね、訴え出ることをね、求めた、ね、4節、ね、しかしあなた方は偽りを塗る者、皆無用の者だ、本当にですね、この、もう、未曾有の災難に遭い、ね。子供たちをすべて、家族を全部失い、そして、足のつま先から頭のてっぺんまで皮膚病にかかったですね、この苦しみのですね、この、どん底にあるものに対してね、そのような、この、因果応報、ね、善悪懲罰のですね、この信仰をですね、教え悟して説得しようとするね、友人たち。それ呼ぶから見たらね、それは偽りだと、ね、自分はですね、そんなですね、こんな病、ね、災難を被るほど悪いことしていない、ね、無用の医者だと、ね、本当にですね、何の慰めにもね、励ましにも治療にもならない、ね、沈黙を守っていたらね、あなた方はね、それが知恵になっていただろうにと、ね、このように言うわけですね。そしてこのそういう呼ぶの反論に対してね、15章1節、テマン人エルファズはですね、この知恵ある者は虚しい知識によって答えるだろうかとね、友人たちから見ればですね、呼ぶのですね、この言い分はですね、全くこの知恵のない語り方、そして虚しい知識だとね、いう、まあ、もう、まあ、バカにしたというかね、平行線ね、それに対して16章は呼ぶは答えてね、そのようなことは私は何度も聞いたとね。友人たち三人が何度も何度も何度も繰り返すですね、このことはですね、因果応報、ね、巻いたものは、を刈り取るんだとね。そして、この善悪懲罰の思想でね。しかあなた方はみんな人を惨めにする慰めでね。本当にですね、この、苦しんで悩んでいるものをさらにさらにね、惨めにするね、そういうまあいたらことをしているんだとね、このように責めるね。17章ね、ヨブはですね、黄泉を自分の住まいとしているようなもんだと、闇に寝床を昼ね、その穴に向かってね、私の父、そしてウジ虫に向かって自分の皮膚病にですね、このまとわりついてくるゴミの山のそばにですね、糞の山のそばに建てられた掘ったて小屋にですね、この隔離されているヨブのもとにはですね、ウジ虫がですね、この近寄って、そしてこのまとわりついてくる。それをですね、私の姉妹、ね、家族のようにですね、生活して、そのような私に一体どのような望みがあるのかとね、この絶望と、ね、悲惨のただ中にある。ね、そういうまあヨブのまあ現実がある。ね、しかしですね、友人たちはですね、常に何かこの信仰の目くらましが効いているのかね、ビルダテは。ね、いつになったら、ね、その話にケリをつけるのかと、ね、いつになったらですね、この理解できるのかと、ヨブを責める。ね、
まあ、こういうことはですね、まあ、信仰の世界にですね、結構あるんじゃないかと、ね、思うんですね。で、ヨブはですね、それに対してですね、19章、ね、いつまであなた方は私の魂を悩ませ、私を砕くのか、ね、あなた方がですね、この慰め励ましているように思っているわけなんですと、友人たちはね、しかし、ヨブはですね、この悩ませ、砕かれている。恥ずかしめ、いじめられている。ね、この恥ずかしめられているというね、そういうまあ言ったらこの意識に苛まれるね。で、22章になるとですね、エリファズがですね、この答えてね、22章5節ね、このヨブはですね、この自分は正しいと言ってるけれどもね、しかしその正しさはですね、何の役にも立っていないとね、神様の前にはですね、この人間は深い罪人だとね。そしてヨブがですね、ここまで苦しんでいるのは、ね、病んでいるのは、それはですね、あなたの悪が大きいからだと、ね、あなたの不義にですね、再現がないからだというふうにですね、この病の苦しみの現実をもってね、ヨブの罪を責める。ね、だから、悔い改めよと、ね、悔い改めて神と和らぎなさいと、ね、そして23節ですね、もし全能者にね、悔い改めて立ち返るなら、あなたは再び立ち直ると、ね、幸福が訪れ、健康が与えられ、ね、環境が与えられ、ね、家族が与えられ、再び立ち直ると、ね、このように。で、ここで本当にですね、もう本当に友人たちのですね、一貫した、ね、この善悪に対する報奨と、また罰則のですね、そういう神一貫というものがね、この語られている。そして悔い改めて立ち返れとね。で、そういうただ中でですね、23章ね、ヨブは答えるね。今日もまたね、私の嘆きは激しく、自分のうめきのように私の手は重いね。ヨブの現実はですね、何ら変わることがない、ね、最悪の状態。あ、できるならどこで神に会えるかを願ってね、その御座にまで行きたいね。そして自分の言い分を述べてね、言葉を尽くして訴えたいね。ヨブはですね、その言いたいことがですね、山ほどある。聞きたいことがですね、この山ほどあるね。そして、なぜ私がね、このような病を、このような災難を経験せざるを得なかったのか、その理由を知りたいね。その原因を知りたい。そしてですね、この自分の確信として思っていることはですね、神様とですね、論じ合うことができたら、ね、私は裁きを免れるだろう。神様は私のですね、この、その罪の上にこのようなことが起こったのことでないことをね、証明してくださるだろう。ね、私を心に留めてくださるだろう。私が神の前に正しく生きたことをね、この心を留めてくださるだろうと、ね、立証してくださるだろうと、ね、このように言ってるわけですね。24章に入るとですね、なぜ全能者に時が隠されていないのに、ね、神の蛇が見られないのかと、ね。全能者、神様は全知全能の方である、ね。天地万物を創造してね、摂理を持ってね、支配、すべてを支配されているお方だ、ね。神には時が隠されていない。しかし、ね、神を知る者、神の前に正しく生きている者、ね、にはですね、この神の蛇が見られない、ね、神の正義が見られない。そこにですね、神の正しい支配がですね、反映されていないのはなぜなのかと、ね。で、これはですね、ヨブ自身がですね、自分のですね、災難に直面し、病に直面して、その視点からですね、世界を見つめたとき、ね、見せる。人々は地境を動かし、ね、土地で全然接している人は絶えず、その境をですね、1ミリでも1センチでもですね、広げようとしてね、境石を動かしたり、ね、みなしごのロバを連れ去ったり、弱い者、ね、やもめの牛を七に取ったり、貧しい者を押しのけたり、ね、本当に、この世界で苦しんでいる者とはですね、本当にですね、この暴虐の中にですね、押し潰されている。のろばのように生活し、ね、このブドウ畑でですね、この残り物をですね、集めてね、なんとか生き延びている、ね、そういうですね、本当にこの世界にはですね、
神の支配は一体どうなっているのかと、ね、それを知りたい。そして引いては私自身がですね、そのようなただ中に、ね、その最悪の事例としてね、置かれていることの理由を知りたいと、ね、26節に行くとですね、ヨブはですね、友人たちのですね、この絶えざるですね、この攻撃批判ね、お前に罪がある、隠された罪があるんだと、ね、お前が高慢だからだと、ね、このようにですね、この責め立てね、それに対してあなた方は無力なものをどのように助けたのか、力のない腕をどのように救ったのか、ね、どのように助言し、ね、知性を示したのか、ね、本当にですね、友人たちはヨブを攻めに攻め、ね、叩きに叩き、砕きに砕くわけですけどね、しかし、まあ、彼らにそのような資格があるのか、ね、ヨブほど人を助けた人はない。ヨブほど、ね、人々をですね、慰め励ました人はない。ね、それが苦しみに遭うとですね、途端にですね、この悪のですね、象徴のようにですね、批判される。ね、そして友人たちが語っている言葉はね、自分はですね、この神の霊によって語っていると、神のですね、教えによって語っていると彼らは言うけれども、誰の息から息があなたから出たのかわからないとね、神様がね、そのように語っておられるはずがないとね、ヨブは逆に友人たちを責めるね、27章ね。そしてですね、ヨブはですね、最後にね、この私の権利をね、奪い取っておられる。そして今苦しめられているね、中に置かれている神様にね、かけてね、誓うとね、この私の唇は決して不正を言わずね、欺くことを語らない。私の言っていることは真実だとね、私は神の前に正しく生きてきたとね。もちろん自分はですね、人間に過ぎない、罪人過ぎないことを分かっています。しかしこれほどの苦難を、病を負うほどですね、私は罪は犯していない、罪人ではないと思っているわけですね。だからですね、27章の5節ね、この友人たちに対してはね、断固としてね、あなた方の主張をね、正しいとすることなど私には絶対できないんだ、生き絶えるまで自分の誠実さをこの身から離さないとね。で、ヨブのですね、このようなですね、この切実な訴えね、それは友人たちの批判に対するですね、このまた考えに対するね、信仰理解に対するですね、この絶対的にですね、この戦いなわけですよね。で、これはですね、私たち、このクリスチャンね、一人一人の戦いでもあると思うんですね。絶えず何かそういうこのご利益的な、善悪懲罰的な、この世的なですね、この考え方というものがね、私たちに渦のようになってね、押し寄せてくる。ね。しかし私たちは、現実の世界を生きている中でね、この、大小の差はあれですね、予防のような、この苦難や、ね、災難や、病や、いろんな、この、難しいことに直面していく。ね。で、その時に、私たちがですね、予防のようにですね、この神の法廷に、ね、この、上訴して、そしてですね、そこで神様との人格的なですね、この、交わりの中でね、この切磋琢磨してね、この自分自身のですね、その人格的な、この、ものが磨き上げられていくというね、やはりそこにですね、この私たちの信仰の本質的なものが、その方向性があると思うんですよね。だから本当に予防記はですね、本当に素晴らしい書物ね。もしね、この順風満帆でですね、本当に祝福の中に生きていたらですね、予防は非常に船舶な信仰理解の中でね、人生を終えたと思いますね。しかしその災難と病のですね、このどん底に落とし込められたことによってね、予防は信仰とは何なのか、神様とは自分にとってどういうことなのか、そして自分は何のために生きているのかということをね、本当に突き詰めてね、この考えて生きるものとされたと。そして彼の人生と意味と意義はですね、本当にそのような原石がね、宝石のようにね、研磨されてね、この完成していくね、そういう見ての中にあるということをね、この発見したところにあると思うんですね。
まあ、本当に、まあ、私たちはそういう面で、この小さな原石ですけどね、この一つ一つの事柄に直面しつつね、そこの中でこの神様の法廷の、ね、中にですね立って、そして神様と議論しながらですね、そしてこの大切なことをね教えられつつね、切磋琢磨の中にねこの生かされていくということをね呼ぶのようにね追求していきたいと思うんですね。それではお祈りを持ちましょう。